登録者さんがいました。お、登録者が増えましたか？増えました。はい。今日、登録者さんの、登録者数かな？登録者数？うん。登録者数？20人になりました。おお、登録者数が20人になったんですね。おめでとうございます。少ないけど、大丈夫。コツコツ、増えました。コツコツ、これからも増えていくと思います。そうです。じゃあ、なおこさん、最近、いつ、新しい動画、どこだ？そうですね。スペイン語。スペイン語、そうですね。早く。そうですね。やらなければいけません。手間野さんは動画の編集はだんだん慣れてきましたか？はい。最近、編集の時間短くなった。おお。でも、特別なことしませんでした。カットだけ、そして、字幕を作ること。カットと字幕を作ることだけなんですね。だけしました。そうです。そっか。特別なエフェクト、エフェクト。使いません。特別なエフェクトは使いません。使いません。そうです。そっか。まあ、でも、だんだん慣れてきて、早く編集できるようになったら、たくさん投稿できますね。そうです。そう。最後のレッスンは、長いになった。お、長くなった。長くなった。多分、1時間以上になりました。最後の部分、私は時計を見ませんでした。最後のレッスンでちょっと、なんていうの、遅く、ちょっと終わりました。時間が伸びました。時間が伸びました。そう、時間が伸びると言います。いつもより10分伸びたとか20分伸びたと言います。そうです。10分伸びていました。そうですね。そう。だから、そのレッスンが、長いので、2つの動画、YouTube で投稿しました。2つの動画、すごい。はい、後で最初の部分、その後、カルボナーラ。カルボナーラ。作り方の動画。じゃあ、このクラスが終わった後、後でチェックしてみますね。はい。ぜひ、チェックして。じゃあ、今日は、昨日に引き続き、料理の作り方の話をしようと言っていましたけど、どうですか？もう一回お願いします。そう、昨日、あ、ごめんなさい。前回のクラスに引き続き、引き続き、今回も料理の話をしようと話していましたね。そうです。はい。大丈夫ですか？料理の話で。大丈夫。なんか、前回はカルボナーラの作り方をとても上手に説明できていました。多分説明できなかった。でも。できてましたよ。できました。うん、でも多分、このトピック、よく、なんていうの、使わないので、
ちょっと難しかった。うん、うん、そうですね。普段会話で使わない単語がたくさんありますね。そうです。うん、はい。うん、今日の料理なんですか？うん、うん、今日の料理。じゃあ、ステファノさんは普段家でパスタ以外、パスタ以外は何を作りますか？私は日本の料理を、作ることが好きです。お、日本の料理。うん、そうです。例えば、うん、カレーライスを作ることが好きです。うんうん、そ食べるも好きです。うん、作ることも食べることも好きですね。そうです。うん、はい。じゃあカレーライスの作り方を覚えていますか？覚えています。お。難しくない。おうおうおう、この料理を作り方。うんうんうん、こんなことに私のうちの近くに、うん、アジアのお店があります。だから、うんうん、もし、カレーライスを、うん、食べたかったら、うんうん、食べたかったら、うん、カレールー、そう、カレールー買うことができます、うん、うんうんうん、カレーのルーを買うことができるんですね。そっかそっか。じゃあ、直子さんはカレーライスを好きですか？はい、大好きです。そう、はい、ちなみにカレーライスのルーは甘口、中辛、辛口があります。そうです。そう、そうです。してますか？はい。私は、うん、辛口好きです。お、辛口。そうです。辛口食べれますか？辛くないですか？でも、この、カレールーのブレンド、あんまり辛くないと思う。うん、そっかそっか。日本のブランドです。S&B かな？そうそうそう、S&B。うんうん。そう、多分、多分 SB といった気がします。うん、わかりました。そう、S&B、SB。うんうん。はい。そうか。じゃあ、カレールーを使ってどうやって準備しますか？そう、まず、料理の材料は、カレールー、そしてお肉。私は、うん、鶏肉使ってます、普通に。うん、野菜、うん、野菜は、私は、じゃがいも、人参、うん、玉ねぎを使う。うんうんうん、作り方はまず、うん、玉ねぎを切って、うんうん、鍋に、うん、油ちょっと、うん、入れます。うんうん、入れます。うんうん、入れます。そう、入れますかな。あ、入れます、うん、入れます、うん、その後、玉ねぎを入れます。うん、なんていうの、火が、うん、火がつきます。あ、そうそうそう。火、つけるのは誰ですか？私。そう、そう。そしたら、火、私が火をつけます。なので、私は火をつけます。そう、うん、なので、そうですね。主語はステファノさんか私か誰か、人ですね。なので、この場合は
火がつけますではなくて、火をつけますと言います。火をつけます。はい。火をつけます。その後、玉ねぎちょっと、黄色になったら、お肉を入れます。入れます。うん、入れます。その後、その後、多分この作り方、多分本場の作り方じゃない。大丈夫、大丈夫。全然あの大丈夫です。ステファノさんのカレーライスですね。全然大丈夫。その後、多分、3分後で、肉をちょっと、焼いて、そう、それか、大丈夫、そう、肉を焼いて、肉を焼いて、じゃがいもと、人参入れます、はい、もちろん人参とじゃがいも入っていました。もちろんじゃがいもと人参も切ります。切ります。そうです。そう、はい、切ってから入れます。はい、その後、鍋の中に水を、入れます。ワングラス。ワングラス。水の量は。水の量は多分一杯。そう、一杯が一カップ。1カップ。そう、1カップは、200ミリリットルかな。そうです。そう、1カップは200ミリです。はい。うん、その後、カレールー2個入れます。入れます。入れます。はい。じゃあ、水は沸騰させますか？水は面白い質問。本当に、なんていうの？I don't know this. 気がつきません。そうそう、気がつきませんでした。気がつきませんでした、そう、多分、沸騰しないと思う。お、多分、沸騰させないでカレーのルーを入れますか？そうです。はい、はい、OK、変な作り方、多分あのカレーはあの家庭料理、家庭料理って聞いたことありますか？家庭？ちょっと待ってくださいね。家庭料理？家庭、聞いたことがあります。でも、思い出せない。家庭。そう。家庭は、あの、お家のことを言います。例えば、ホームとか、あとは、なんか、ハウスホールドとか、ファミリーとか。で、家庭料理は、お家で作る料理。なんか、わかりました。ホームクッキングとか。わかった。そう。そう、カレーは家庭料理なので、私のカレーの作り方があります。そして、ステファノさんの
カレーの作り方があります。いろんな作り方があります。そうです、そう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 、うん、最後の部分は、うん、もしカレーのスープ、うん、なんていうの、うん、思い出せない、うん、ゆっくり考えてください。スターチ、スターチなんで、カタゴ、小麦粉かな、うん、スターチは、スターチは何、コーンスターチかな、片栗粉、片栗粉、片栗粉、うんうんうん、だから私は時々片栗粉食べます、うん、最後の部分で、うんうんうん、そうそうそう、なんかそれはなぜ片栗粉を使いますか、なぜうん、うん、もし、水が多すぎたら、うんうん、片、忘れちゃった、片、もう一回お願いします、うん、片栗粉と言います、うん、水が多いすぎたら片栗粉を使う、そう、片栗粉、うんうんうん、片栗粉とか、なんかあのちょっととろみがつくように片栗粉を入れます。とろみって聞いたことありますか？初めて。うんうん。なんか料理とかでよく使うんですけど、とろみというのは、あのカレー、日本のカレーはちょっと柔らかいというか、スープではないですね。そうですね。なんかちょっとクリーミーな感じ。そうです。それをとろみと言います。わかりました。そう。ちょっと待ってくださいね。英語で言うと、そうですね。なんか、ティックではないんですけど。濃いですか？ティック。うん。濃くはない。なんか、スープではなくて、ちょっとクリーミーな感じ、うん、これをとろみと言います。ああ、わかりました、うんうん。そうそうそう。わかった。そう。で、ちなみによく使う日本語のオノマトペで、とろっとしている。うん、どろ。そう、トロッとしているとか、トロトロしていると言います。そうそうそう。わかりました。これはよく使うので、ぜひ使ってみてください。はい。はい、私は、カレーライスを作ったとき、はい、普通に、お米を食べません。食べない。食べません。食べません。はい。ダイエットのために、お米のカロリーが高い。はい、そうですね。でも、パンはどうですか？パン食べますか？食べません。あ、うん、じゃあ、炭水化物、炭水化物は何か食べますか？そう、炭水化物は、カーボンかな？パスタ、パスタ。あ、パスタ！ほとんど毎日。え食べます。でも、パスタ
の量あんまり、多くない。ああ、そっかそっか。ちなみにイタリアではパスタはみんな毎日食べますか？私の、なんていうの、I think that、みんな毎日パスタを食べますと思います。なんだろう、みんな毎日パスタを食べると思いますかな。みんなパスタを食べると思います。そう、辞書フォームで終わらせます。そうです。はい。でも、お米もよくイタリア人食べます。リゾット。リゾット。大好きです。そうです。私は、よく、お米の、なんていうの、代わりに、お米を代わりにカリフラワーライスを食べます。知ってますか？聞いたことあります。だけど、何かは知りません。カリフラワーという、白い野菜です。はいはい。もしその野菜を、なんていうの、小さいの部分切ったら、お米の見た目になります。お米の見た目になるんですか？そう。そかそか。味は、あんまり、同じです。同じくない？なんていうの？あまり美味しくない。私は好きです。でも、お米の味、違いの味です。お米の味とは違う味ですね。そうです。でも見た目はほとんど同じです。へ、そっかそっか。そうです。日本では見たことがありません。それは普通に買うことができますか？もう一回お願いします。それは普通に買うことができますか？カリフラワーと、カリフラワーライス。そう、スーパーとか。いえ、このカリフラワーライス自分で作ります。自分で作るんですか？すごい。難しくない。カリフラワーを、なんていうの、洗って、洗って、その後、そのカリフラワー、ブレンダーの中に入れて、そしてそう、ブレンダーの中に入れて、ブレンドすると言います。ブレンドする。難しくない。でもすごい、すごいですね。ヘルシーの料理です。ヘルシーな料理、確かに。そう。毎日、なんていうの、毎日、どうして忘れちゃったの？ベジタブル？野菜。野菜。毎日野菜を、食べることが大切です。そうですね。確かに。ステファノさんは、じゃあ、毎日健康に気をつけていますか？そうです。毎日。おお、すごい。そっかそっか。ちょっと質問してもいいですか？はい、もちろん。直子さんの
カレーライスを作り方、うん、とても違いますか？あ、そうですね。ほとんど一緒です。あ、うん、ほとんど一緒です。だけど、ちょっと違います。どんなこと違いますか？うん、私は鍋に野菜を入れて水を入れます。あ、そう。最初。あ、ごめんなさい。最初？最初野菜とお肉を炒めます。うん。うん、そして水を入れます。うん、そして15分くらいに、野菜を煮ます。煮ます。そう、煮るって聞いたことありますか？煮る。覚え出せない。うん、多分聞いたことあるかもしれません。煮るっていうのは煮る、ボイルかな。ボイルは茹でる、うん、で煮るもそう、ボイルという意味なんですけど、うん、なんだろう、シマーとかクックオンローかな、うん、わかりました。そうそう。で、15分とか20分間くらい野菜を水で煮ます。うん。わかりました。そう。で、最後に火を止めてからカレールーを入れます。最後の部分で。そうそう。そして、ルーを溶かします。うん、うん、そして最後10分くらい弱火で火にかけます。弱火なんですか？弱火は火の強さです。あ、一番小さいのが弱火、うん、そして次が中火で、最後が強火と言います。うん、分かった。そう、火の強さ。そう、火の強さです。うん、面白い。どうして、うん、どうして、カレールー最後の部分で入れますか？うん、そう、どうしてかは分かりません。そう、でも私はカレールーのパッケージを見ながら作ります。わ、うん、かりました。そうそうそう、はい、分かった。